How's going, guys? どうも、GPH です。というわけで、今回、バルタンステージに挑戦していきたいと思います。というわけで、これは副音声です。はい、今見ておりますけれどもね。これさ、いきなりバルタン星人なのって思ったよね、ほんと。いきなりみたいな。いきなりボス戦みたいな。そんな感じでした。で、この時ね、おお重なってたのみたいな感じだった。まさか重なってるなんて思わないもんね。で、なんか、本体とこの分身の違いっていうのがあったらしく、この、今真ん中にいたやつね。これが、本体らしい。で、見分け方は、この、バルタン星人の下のところに、HP バーがあるんだけど、これがあるかないか。だって、攻略サイトによると。だから今真ん中に来たのが、本体。です。で、まあ、偽属性で固めていけば基本的にいいんじゃないかなと思います。あと、適性としてはガブリエルの神化がいいらしいです。まあでも、基本的にワープしか出てこないようなもんだから、それがあれば全然なんとかなると思います。ただね、しつこいんですよ、こいつら。本当に。だからまあ、ガブリエルとかあるとね、こう電撃でババンといけるから、そういう意味では大黒天なんてね、結構いいと思います。さあ、まあこんな感じで進めているわけでございますけれどもね。だからそういう意味では、このハンターキングの重心化したやつは、まあ、いらなかったよねって話だよね。もうほんとバルタン星人思い出すね。これで。ほっほっほっほ。面白いね。で、これね、今上のやつがなんかブワーンってなったけど、これはあのアラジンの反射のやつ、あれを思い出してもらえればいいと思います。だからなんか反撃モードになったって感じだよね。だから今左下が反射っていうか反撃モードになってますね。地味に効くんだなこれが。にしてもさ、バルタン星人こんなでかかったっけなって思うんだよね。でかくもなるし、小さくもなるのかな？どうだったっけね？思い出せないや。一回ね、なんか何かしらで見たことがある。でも実際、どうだったか、忘れた。もう一回特撮見なきゃね。おお。このさ、演出いいよね。なんか本当に昔のアニメ見てる感じ。アニメっていうか特撮だけどさ。まあそんな感じだよね。で、この時の本体と偽物の区別っていうかね、まあそれはもちろん HP バーもそうなんだけど、あと、この左上のやつだけオーラまとってるんですよ。だから、あ、オーラまとってるやつが本物なんだなっていう感じですよね。うん。音楽もいいよね、これ。なんかさ、こういう音楽聴くとね、ちょっとね、高揚感があるんですよ。気分が高まるっていうかね、闘争心が湧き立つというかね。なんかね、ゴジラのテーマの、なんていうんだろう、中に自衛隊のなんか、自衛隊の歌っていうかなんかあるんですよ。だからそれも聞くとね、結構僕はテンションっていうかね、気分が盛り上がってきます。おー、やったるぞーみたいなね、感じです。おー、いいね。まあこんな感じで進めているわけです。だからそこまでね、なんか何も意識しなくても勝てるなっていう印象はあったんだけど、ただこうやってね、 HP 結構削られてるんで、あ、これまずいまずいと思いながら、 HP 確保しなきゃとかね、思いながらやってました。だから本当にこの反撃モードとかね、さあ行きましょう。さあ行くぜ。さっきも言ったけど、左上がね、本体でございます。で、今度はもう完全にね、アンチワープ対策をしっかりとっているって形ですよね。最初にまあ慶喜がいて、マリシテンがいて、そしてアラジンがいると。で、
フレンドでバルキリーかな、いますね。そんな感じですよ。だほんとね、このアラジンのこの友情コンボが効きますよね。だからさっきの範囲は完全にあのハートが取れなかったってことなんです。だからそれもワープのせいでね、まあ、それもあってもワープ特化しなきゃダメだなって思ったわけですよね。ね、こんな感じです。であとはまあハート取って、あとは友情コンボとかで倒せればいいんじゃないっていう感じですよね。うん、こんな感じ。でもまあね、それこそ今度なんてまた左上にいるわけですけど、また被ってわかんないよね。しかもさ、レーザーバリアってね、だからアラジンのあの爆弾は結構な効果を発揮してくれるわけですよね。アナログな攻撃だけどねこれでさ動けないよね完全ね。どうやって動けばいいんですかって感じ。だからそれこそマリシテンだったらね、もうカカカカーンって言って倒せるんだけどね、多分それやるんじゃないかな。ほらやるよね、ほらやったやった、ほらほらね、やったよ。水の飛球って感じ。飛球じゃねえな、水球わかんない。でもさ、このさフェーンって感じのやつさ結構好きです。はい、おー、この攻撃地味に嫌だね。でまあこの黄金のハートを取って HP を回復したいところなのですがって感じね。取れなくて結構焦ってましたよ僕。やべえやべえやべえみたいなね。だから確実に取ろうっていう感じで、もうそういう取り方ですよね。で次が最終ステージになります。ほんとこの音楽好きだわ。で最後は上にかぶってボスがいるという感じかな。上と下がそれぞれかぶってるね。あ、左に移ったね。まあこんな感じでもう地道にねやっていくわけですね。本体あれだね、こう時計回りに行く感じだね。時計回り違う、反時計回りだ。で僕はバルキリー使ったことがねなかったんで、あ、こういうスキルなのねみたいな感じ。ストライクショットかで、これ失敗したんですよあ、やべ失敗しちゃったなーとか思いながらやってたんですけど、まあなんとかなるだろうと思いながらこう当てていくわけですね。こんな感じでやっております。で使うわけね。まあそうするとこのエリア内だけで動けるからいいのかなと、そういうことなのかなって思いますけどね。ちょうど固まってたから、あ、いけるんじゃねって思ったのかもしれないけど、まあ着実に1体は倒したよね。うん、お、あとヒット息、アラジン使えず。このあと一息になると流れ出すこの曲ね、いいよね。これ見ててさ、ほんと爆弾強えなと思うわけ。ウルトラマン、いいね。で倒すと、こんな感じですね。はい、クリアです。ありがとうございます、ここまで見てくれてありがとうございますと、まずお礼をで、結局落ちたんかな。ノーマルとノーコン、あ、3体落ちたのかな。何が落ちた、多分これはバルタンね。確かね、あいつが落ちたと思ったんだけどな。ほら、あれ落ちなかったな。思ったのはあのなんか有効珍獣みたいなやついたじゃないですか、あいつが落ちたかなと思ったんだけど、バルタン3体だったね。というわけでバルタン星人のまあちょっとした攻略動画というかね、
不根性的な解説付きの動画でした。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。まだチャンネル登録してなかったらぜひチャンネル登録お願いします。そして他にも SNS のアカウントがあるからぜひそちらも全てフォローしてみてね。バイバイ。